こんばんは。今日も始まりましたボスタイムの皆さんいかがお過ごしでしょうか、今週1週間皆さん何かありましたでしょうか、ね、私の方もあんまり今週1週間そんなに変化があるような1週間ではありましたけれど、はい、ちょっとバックミュージック大きかったですね、すいません、ね、1週間何かありましたでしょうか。私の方はね、今週1週間、まあ、そんなに変化がなかったんですけど、本職のね、デザインの仕事の方でちょっと名刺の仕事が入りまして、久しぶりに ね名刺のデザインの仕事が入ったんですけど、名刺のデザイン結構難しいんですよね、55ミリの91ミリの間にね、その中で、伝えたいことをいっぱい伝える、まあ、会社のね、情報とか最小限の情報を伝えたりもする形になるんですけど、その範囲内でね、まあ、何を載せるかっていうのも結構難しいんですけど、やっぱり名刺をお渡しした後にね、その名刺が自分の代わりに営業のツールになっていただくものなので、すごい大切なもんなんですよね。まあ、名刺の中にロゴマークを入れたりとかね、その展開といいますか、ロゴマークを入れることも全然変わってきますし、まあ業界によってもね、名刺のデザインとかいろいろ変わってくるんですけど、やっぱり名刺っていうのはすごい大切なツールで、ビジネスツールとしてはすごいつながりを持つツールとなります。この間ね、私どもの主催している婚活パーティーでもね、個人的に名刺を作っていらっしゃる方がいらっしゃいまして、まあ名刺と言いましたら結構ビジネスで使われる時がシーンが多いんですけど、この間ある方が今日名刺をいただいてちょっとびっくりしたんですよという女性の方がいらっしゃって、まあ男性の方が個人の会社の仕事の名刺ではなくてね、個人の名刺を作ってその方にお渡してみたいなんですけど、まあ女性の方はなんていうんですか、婚活パーティーあまり出たことない方で、いきなり名刺の方を渡されてちょっとびっくりしてた感じだったんですけど、まあ確かにね、いきなり会社のビジネスではないやり取りでじゃない以外でね、名刺を渡しされるって結構びっくりしますよね。まあいいよね、まあ確かにマイナスな部分でか、ちょっとこの人慣れてるんじゃないかというふうに取る方法も取り方もあるんですけど、まあ逆にプラスに考えたらね、なんて言うんですか、まあそういうあった時にこの情報を、自分の最小限の情報をすぐにお渡ししたいってことは、その人の本気度もやっぱりあると思うんですよ。プラスに考えてしまったら、やっぱりその辺はプラスに考えてもらうのもありかなと思います。まあ、その方にはねプラスで考えてもらうのもありじゃないでしょうかっていうお話はさせていただいたんですけど、まあ確かにね、初めて会う人とか、まあ、なかなかねもう二度と会うようなことない人に対してそういう名刺をね準備しておくっていうのは、その後にその名刺が生きる可能性もあるのでいいことだと思うんですよ。まあ、どうでもいい人にはやっぱりそういう情報っていうのはお渡ししないと思うので、そういうのをやっぱりいただくってことは、それだけ後につながれたりとか本気度があるように考えることもできるのではないでしょうか、ね、私はそう思います。なので、仕事以外の個人的な名刺も男性の方はね特にやっぱり持っているっていうのはすごい大事ではないでしょうか。やっぱりね、展開がどういうふうに変わってくるかっていうのもありますし、すごいそういうのはありだと思いますね、皆さん男性の方々、名刺
の方、個人名刺持っとくのも一ついいのではないでしょうか。ね、お渡したら後にいろんな展開が待ってるかもしれません。はい、西暦2018年4月1日夜11時日曜日最後の 1時間、素敵な時間を過ごしてまいりましょう。この番組はトリノのボスがリスナーの皆様にハッピーでプラスになる情報番組をお届けする番組です。前半の30分は出会いや恋愛、婚活についての情報を中心とした番組、後半の30分は私ボスがお届けするハッピーでプラスになる情報番組をお届けします。聞けば必ずプラスになるボスタイム、1時間の間ボスの私とハッピープラスな時間を一緒に過ごしてまいりましょう。番組ではメッセージをお待ちしております。メールアドレスは780@fmnaha.jp、 ファックスは0988600262までお願いします。この番組の提供は、素敵な出会いを探すならトリノパーティー、確かな出会いを探すならマリッジサーチング、以上各社の提供でお送りさせていただいております。改めましてこんばんは、ボスの豊里です。はい、今日で5回目になるんですけど、やっぱりちょっと慣れてないですね。結構緊張します。もう4回目、前回も前々回も結構放送事故やってしまいました。恥ずかしながら本当にすいませんね。公共の場でああいうミスを犯してしまうと。でも一生懸命やってるんですけどね、なかなか今日ももしかしたら放送事故あるかもしれません。ちょっと頑張ってね。いや、先ほどちょっとバックミュージック多かったな、これも放送事故になるのではないでしょうか。はい、これね、ミキサー、まあちょっとあんまりこういう話するのもなんですけど、ミキサーとかね、ミュージック入れる仕事って、まあこの部屋に、私一人で今やってるんですけど、その作業とか結構一人でミキサーをいじりながらやるんですよ。タイミングとか見ながらね。なので結構大変です。忙しいです。まあ慣れたらね、そうでもないとは思うんですけど、慣れるまでは結構やっぱりいろいろありますね。まあ、私の中ではね、そうですね、今日5回目なんですけど、まあ一つ5回で1回区切って、まあ、10回目ぐらいにまでにはちょっとパーフェクトな形にしたいなっていう気持ちはあるんですけどね、なかなかどういう風になるかわからないんで、まあ一生懸命ちょっと頑張って皆さんに失礼がないように、放送の方していきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日前半のテーマはね、良い結婚とはっていうテーマをしたいと思います。で後半、仕事についてね、皆さん、やっぱり社会人である以上仕事をしてると思いますけど、今日も、いい情報をお届けしたいと思いますので、1時間よろしくお願いします。はい、では今日のテーマ前入っていきたいと思います。今日のテーマはい、良い結婚とはなんですけど、皆さん良い結婚ってどういう結婚だと思いますかね。今日ね、でも今日こちらに来る時に、まあ向かってる時なんですけど、車に乗ってて、前の横断歩道、40代の方かな、女性の方と男性の方、手をつないで歩いているのを見て、あ、すごいいいなっていうふうに思いました。またね、その後また車を降りてちょっと歩いていましたら、またね、恋人同士が手をつないで歩いてるんですよ。結構やっぱり手をつないで歩いてるのはすごいいいですね。なんか久々に、いい感じだなって思いました。ちょっとね、自分も手つないで歩いたこといつかなね、皆さん手をつないで最近歩きましたか？ね、やっぱり大好きな人と手をつないで歩くっていうのはいいのではないでしょうか。私はそう思います。まあ見ててもね、朗らかな感じですごい素敵だなと思いました。はい、今日はいい結婚とはっていう形なんですけど、テーマね。はい、いきます。はい、今日のいい結婚とは。先日この間ね、まあ私も婚活パーティーとか主催してるんですけど、まあやっぱり
まあ、事故の経験とかさまざまな情報とかいろいろ仕入れまして、まあ、勉強しながら、皆さんのためになるように私も努力させていただいてるんですけど、まあ、この間いい言葉ちょっと見つけまして、今日この言葉を中心にちょっと考えてみたいと思います。ディブメイラーさんの言葉でね、いい言葉があったのでちょっとお伝えしたいと思います。良い結婚とは完璧な2人が結婚するのではなく、未熟な互いの違いを理解し未熟な2人が互いの違いを理解し学び合うことである。どうですか皆さん、もう一度言いましょうか。良い結婚とは完璧な2人が結婚するのではなく、未熟な2人が互いの違いを理解し学び合うことです。どうでした、すごいね、なるほどときたんです。まあ確かね、まあ自分もその辺はね、まあ前回そうですね、まあいつも言うんですけど、やっぱり一緒に時を過ごす中でね、そういうお互いのいい部分を理解して見つけ合うっていうこと、すごい大切じゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ毎回言うんですけど、やっぱり人間、パーフェクトな人間っていないと思うんですよ。神様でもないですからね。そういう中でやっぱり互いに、いいところ、まあ、癖とかね、いいところを探しながら、そこを認め合いながら、そこをカバーしながら、付き合っていくっていうのも一つの流れだと思うんですよ。まあ、そうやってね、2人のいいところが見つかれば互いに惹かれ合う部分も探すこともできると思います。皆さん思いません？私はそう思うんですけどね。で、まあそんな中で、皆さん出会いどうですか、運命の人、皆さんどう思いますか？運命の人と出会えるとか出会えないかとか、まあ誰でもね、運命の人と出会いたいです。まだ彼女彼氏がいない人の方は運命の人と出会えないかな、やっぱりいつもそう思ってると思うんですよ。運命の人ってね、確かに待っていても来る時もあるんですけど、来ないかもしれないですよね。ね、やっぱり行動を起こすっていうのはすごい大事だと思います。運命の人、まあこのな、まあリスナーの方でね、運命の人に出会った方、まあ多分いらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、まあまだ出会ってない方もやっぱりいると思うんですよ。まあじゃあ運命の人に出会うっていうのはどういうことかって、まあ自分のね、運命、人生運命ですよね。その中でそういう方と出会うっていうのはやっぱりそうですね、出会えたらやっぱり出会いたいし、出会いたいからといって出会えるかっていうのはやっぱり結構わからないと思うんですよ。そこはね、まあ運命の出会い、まあどういうシーンで出会うかっていうのも結構難しい部分もあるんですけど、まあやっぱり運命の人と出会うってことはすごい大切ですよね。私も運命の人と出会いたいなっていうのは常にまあ思ってる部分もあるんですけどね、運命の人って出会うもんですかね。まあ私的にはね、この運命の人っていうのは作っていくっていうのもありかなと思うんですよ。皆さんどう思います、運命の人思いませんか。まあみんな、皆さんね、運命の人と出会ってるか出会ってないかっていうのは、多分出会ってるかもしれないけど出会ってないかもしれないと思うんですよ。出会ってるかっていうのは、まあ後から分かる部分でもないでしょうか。私はそう思います。思いません皆さんね、運命の人出会いたいですよね。まあ皆さんでももしかしたら出会ってるかもしれないですよ。はい、じゃあ今日の1曲目いきたいと思います。今日はですね、1曲目いきます。前回ね、ここで放送事故を起こしてしまったんですけど、今日も放送事故がないようにいきたいと思います。ではですね、今日の1曲目、ハワード・ジョーンズニューソングいきます。
はい、今日の1曲目いかがでしたでしょうか。ハワード・ジョーン、ニューソングでした。懐かしい曲ですね。これも80年代ですよね。私の好きな曲です。さあみんなでちょっと遊びに行こうぜみたいなノリの曲ですよね。まあどっか行くときに、さあこれから行くぞっていうときにちょっと聴くのにはいい曲ではないでしょうか。はい、では先ほどの続きいきたいと思います。運命の人ね、運命の人、どういう人が運命の人かなって皆さん思うと思うんですけど、どうですか、あなたは運命の人いますか。もう出会ってるかもしれませんよ。まあ私はね、運命の人、私は確かに運命の人はいると思うんですけど、運命の人と巡り合うのはですね、確かに偶然っていうのもあると思うんですけど、まあ偶然、まあやっぱり出会いもしかしたら偶然もあると思うんですよ。ただ偶然もあると思うんですけど、まあ自分に対しての運命の人ってやっぱり自分が作り出す、まあ自分が、そうですね、自分が作っていくのももしかしたら運命の人だと思うんですよ。思いません？皆さん、まあ運命の人、そうです、まあまあ皆さんの中にもね、出会って、いつの間にかお付き合いするような方、まあいると思うんですよ。まあこの人と結婚する予定ではなかったんだけど、やっぱり結婚してしまったとかね、やっぱそういう方もすごいいると思うんですよ。まあそういう方って最初から運命の人だとは思ってないと思うんですよね。まあ私の友人とか周りにもやっぱりそういう方いらっしゃいます。この人が運命の方ではないと思ってたんだけど、結局結婚して運命の方になってるっていう感じなんですけど、まあね、でもそういう方でもすごい今は幸せな生活をしてますよね。結局運命の人とは思わなかったんですけど、運命の人になってるっていうんですか。まあやっぱりね、そういう方々聞きますと、一緒にいる時間っていうんですか、二人でいる時間、そういう時間を大切にしている人が多いですよね。まあ相手を大切にしながら運命の人にしていくっていうことだと思うんですよ。まあ何とも思ってない人でもね、一緒に時を過ごす中で相手に対する思い、まあ、相手を大切にしていく、していってね、まあ大切にされ、ね、お互い大切にしましたら、やっぱり心がね惹かれ合って互いにねいい形になっていくのではないでしょうか。まあ一緒にね時間を過ごす中でね、互いにいいところを見つけ合い、愛を育んでいくっていう形になっていけば、まあそれもね、私は運命の人だと思うんですよ。まあ実際ね、なんていうんですか、まあ本当に私の知り合いでも結構いらっしゃいます。運命の人って思わなかった、いつ何か知らないけど結婚してしまった、まあでも今は幸せだよというふうな方もやっぱ同級生でもいらっしゃいますね、周りの友人でも。結局じゃあこの人を運命の人って思わなかった、出会った時はそう思ってなくてもね、結局時を一緒に過ごす中で運命の人になっていくっていうこともあると思うんですよ。まあそうなんだけど、まあ結局それも運命の人ですよね。生涯を一緒に共にするような形になるので、なので運命の人っていうのはもちろん偶然に出会うこともあるとは思うんですけど、それが全てではないとは思うんですね。まあここで、まあ実際そういう方もいらっしゃるので、運命の人って、もしかしたら皆さん出会ってるかもしれないです。まあ、その方がね運命の人になるかならないかっていうのは、まあ一緒に時を過ごす中でどういうふうな過ごし方をしていくか、進め方をしていくかっていうことでも、やっぱりその人が運命の人になるかならないかだと思うんですよ。なので僕は偶然にね運命の人と出会うのもあると思う、まあそこはやっぱりちょっと確率も低いのではないと思うんですよね。
まあ、中にはそういう方も、ね、運命の人いきなり出会って一目惚れ、まあ、互いに惹かれ合って、まあ、それもあると思う、まあ、いやでもやっぱりほとんど少ないですよねそういう方、うん、実際少ないと思います、まあ、ただな、ね、この世の中やっぱりいろんな方いらっしゃるので、まあ、そういう方以外に結構ほとんどの方はね、うん、この運命の人を作っていくっていうか見つけ出す作っていくっていう一目惚れとかじゃなくてね偶然的な出会いではなくてそっちの方が多いと思うんですよね。なのでそういう風に考えると皆さんもしかしたら運命の人に出会ってるかもしれないしこの人を運命の出会いにしていくかっていうのは何て言うんですか時を過ごしながらそこが変えていく変わっていくっていう部分ではないでしょうか。皆さんちょっとあのね周りにこの人が運命の人かなっていう風な見方できる人どうですか。あげることできます、まあ、女性の方で男性の方、まあね、飲み友達とか遊びに行く友達とかたまに出会う友達とか会う友達とかもしかしたらその中にあなたの運命の出会いの方がいるかもしれません。一度ねちょっと意識しながらそういうのも考えてみるのも一つの、ね、出会いについて進む道かもしれませんので、ね、いやどんな時でもね一緒にいてよかったなよかったと言えるのが本当の夫婦ではないでしょうか、ね、まあパーフェクトでもないんだけど、まあ、でも一緒にいてねいてよかったなと思えるのが私は幸せで本当の夫婦だと思いますね。なので皆さん、そういう気持ちで皆さんね彼氏を見つけるとか運命の人を探すように努力してください。もしかしたらあなたのそばにそういう方もいらっしゃるかもしれませんよ。はい、よろしいでしょうか。ではですね、後半入る前に私どもの方で、また4月婚活パーティーの開催を行っております。場所はですね那覇おもろもち大和ロイネットホテル18階大地の恵みにて開催しております。1回目いきます。4月のスケジュールじゃあこれから公開していきたいと思います。4月7日土曜日一人参加初参加初心者の素敵な出会いパーティーですね。4月11日水曜日男女30歳から45歳限定の出会いパーティー。4月13日金曜日ですね、男女28歳から35歳限定の出会いパーティーです。4月17日火曜日ですね、あ、すいません間違えました。4月15日、日曜日ですね、クラブトリノ20対20スマート恋活パーティー。はい、4月17日火曜日一人参加初参加初心者の素敵な出会いパーティー、はい、4月19日木曜日ですね、男性公務員大手企業、高収入の方限定のパーティーとなります。はい、4月21日土曜日ですね、女性40代男性40歳から53歳限定のパーティーです。4月23日月曜日一人参加初参加初心者の出会いパーティーとなります。4月29日日曜日ですね、ドライブ&カフェ好きの方々の素敵な出会いパーティー以上の9本となります。そうですね、日曜日以外の、パーティーに関しましては、まあ、平日日曜日以外、ね、のパーティーは夜7時半からの開催となります。日曜日のみ、7時からの夜7時からの開催となります。今回ですね、4月15日に、開催するクラブトリノの20対20スマート恋活パーティーあります。こちらの方はですね、通常の婚活パーティー1対1着席会話型で、プロフィールカードを交換しながら、婚活パーティーの方を開催するんですけど、4月15日のクラブトレーナーの20対20のパーティーはですね、まあ、大人の社交パーティーみたいな感じとなります。まあ、こちらの方プロフィールカードとか書きません、まあ、立食形式で、グラスを片手にいろんな方々と
お話ししていただこうっていう大人の社交パーティーです。よくそうですね、異業種交流会とかそういうのもあると思うんですけど、まあそれに近いような形となります。まあ既婚者はやっぱり参加の方はできませんので、独身の方のみ参加となります。まあ離職形式なのでグラスを片手に、まあいろんな方々が参加しておりますので、まあ本当にいろんな方々と出会ったりします。まあ、通常の婚活パーティーよかですね、こちらの方がいいなっていう方もいらっしゃいます。まあ、料理もそれね出ますので、こちらの方ぜひ皆さん独身の方でちょっと興味があるな、婚活パーティーまではなっていらっしゃおっしゃる方でも気軽に参加できるパーティーとなっておりますので、よろしくお願いします。本当にこちらの方おすすめとなりますので、まあ、月1回のね、楽しみのパーティーにしていただくのも結構だと思います。で、4月21日の女性40代の方、まあ40代の方はやっぱり女性の方はなかなか出会いがないということで、私どものパーティー、トレのパーティーの方ではですね、40代の女性の方に喜んでいただけるような、パーティーも企画しておりますので、こちらの方もよろしくお願いします。皆さん、詳しい情報はですね、トレのパーティーで検索してください。鳥のパーティーの方で検索しましたら、私どもの方のサイトの方に行きますので、こちらの方で一度検索してください。皆さん独身の方でね、なかなか出会いがない方とか、そうですね、いらっしゃったらぜひこういうパーティーもありますのでご紹介していただければなと思います。はい、なかなかね、表歩かない、まあ、歩いても結構出会うっていうなかなか難しいですよね。こういうパーティーにも参加していただければね、まあどこでどういう出会いがあるかわからないです。前回ね、そうですね、まあ前回も報告しましたけど、本当に男性も女性も初めて参加の方でね、お互いお付き合いすることになりましたという報告もいただいておりますね。まあ本当にすごいいい形ですよね。まあパーティーってあんまり出すぎるのも結構やっぱりなんていうんですか、選んでしまうのでね、目が超えてしまって、もっといい人いるんじゃないかなっていうような感じで結構難しいです。まあたまたまね、その方々は互いに、初めて行って、初めて2人ともお付き合いすることでもすごい理想ですよね。まあ中にはそういう方もいらっしゃいますのでね、ぜひ皆さんも行動の、まあ行ったことはパーティーね、パーティー行ったことない人もいらっしゃると思うんですけど、ちゃんと初心者の方でも楽しんでいただけるパーティーとなっておりますので、私どもの鳥のパーティーよろしくお願いします。はい、ではですね、後半いきたいと思います。後半、今日の後半はですね、仕事についていきます。ちょっと待ってくださいね。はい、仕事についていきたいと思います。はい、仕事について、はい、仕事の皆さん、仕事についてどうですか。仕事ね、皆さん社会人なので皆さん仕事行かれてる方も多いと思うんですけど、まあ男性も女性も仕事やばいですね。今日も放送事故かな、これ。ちょっとね、手こずりましたね、すいません。仕事についてね、人生において仕事ってすごい、大人になればやっぱり生きていくための仕事はしていかないといけないと思うんですけど、1日24時間ね、まあその中の8時間ぐらいは3分の1ですね。まあ3分の1は睡眠、3分の1は仕事、3分の1はちょっと自由な時間があると思うんですけど、そうですね、まあ考え方によっては人生の3分の1、まあ定年過ぎてからはちょっと考えもんなんですけど、まあ人生のもしかしたら3分の1近く仕事をすることになってるんですよね。まあ二十歳まではしてないかもしれないんですけど、結局そうですね、3分の1かな、まあ簡単に考えるとそうですね、やっております。で、結構仕事、皆さんどうですか、仕事って楽しくされてますね。まあ一番、まあ仕事をいかに楽しくできるかっていうことで、人生の3分の1仕事をね、楽しくやっていたら人生の3分の1は楽しい時間を過ごしてることになるんですけど、
まあ、あんまり仕事楽しくないんだよ、嫌だよなっていう気分でやっていましたら、簡単に考えるとね、人生の3分の1嫌な気持ちで仕事しながら過ごしてるってことになると思うんですよ。まあ、そう考えるとやっぱり仕事って、やっぱり楽しくするべきだと思いますし、楽しくした方が人生、いい人生を歩めるんじゃないかなと思うんですよね。私はそう思うんです。自分もね、結構サラリーマンや、そうですね、結構サラリーマン辞めるときね、夜佐川急便も行ってた時あったんですけど、まあその時も、ね、結構苦しいんですよ。まあ、苦しいながらもね、いかに、まあ、体は結構ハードなんですけど、まあ、頭の中ではいかにこれを楽しくできるかっていうことを考えながらね、ずっと仕事をやってました。まあ、やっぱり人間っていうのは考える力もあるので、まあ、苦しい仕事でも楽しくするためにどうしたらいいかっていうように考えればね、まあ、何らかの形で楽しくできると思うんですよ。まあね、やっぱりなんていうんですか、社会の中で、ね、組織の中でいろんな方々と関わり合いながら仕事っていうシーンをやっぱ過ごすと思うんですけど、やっぱりね、人間関係の、ね、中にはね、全ての人がいい人っていうわけではないので、やっぱり癖がある人とか嫌な人とかはやっぱり、合わない人とか結構いらっしゃいますよね。まあまあ、そういう方々と一緒に仕事するの結構やっぱり大変な時もあると思うんですけど、まあそればっかりはね、本当に、まあ、ただこういうのもちろんね、そういう合わない人たちと同じ事件でね、だから嫌だなって思うんじゃなくて、もうそういう人たちはもうそういう人なんだっていうふうに考えながら、思考を変えてやるっていくのも一つの手ではないでしょうか。もう本当ね、思考で全然変わってきますので、いかに楽しくするかだと思うんですよね。皆さん、やっぱり人生、楽しい人生歩みたいと思いますでしょ。ね、誰だってそうだと思うんですよね。この世に生を、命を授かったからにはね、そういう意味では仕事はやっぱ楽しくするのが一番だと思います。まあね、まあこの放送を聞いてる方、そうですね、まあ社会人ある程度経験積んでいらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、まあこれから社会に出る方々も多分いらっしゃると思うんですよ。まあもしかしたらお子さんがそういう方々もいらっしゃると思うんですけど、結構ね、そうですね、若い時、社会ね、社会に入っていく時に、社会をどういうふうに生きていけばね、年を取った時に高収入といいますか、いいポジション、社会的に地位のあるところまでいけるかっていうのは、まあある意味そこまでいくってことは成功してるっていう部分だとは思うんですよね。いつまでたってもね、まあ、勤めてもずっと白社員とかね、そういうのにいるよりはやっぱり上の方に行った方が仕事も楽しいし、やりがいも出てくると思う。上の方にね、行くっていう部分でやっぱりうまく社会を、なんていうんですか、こなしていくっていう、社会の中でうまく上の方に年を取ることによって上がっていくっていうのは、やっぱりその人の考え方次第だと思うんですよ。やっぱプラスに考えることで、ただ、ね、会社っていうのは言われたことをやる人よりも言われたこと以上にその人がどういうことをやってくれるんかっていうのを望んでると思うんですよ。もしあなたが社長経営者であったらね、言われたことをやるぐらいの人よりもそれ以上のことをやってくれる人がやっぱりいた方が嬉しいと思うんですよ。まあ、そっち、もちろんそういう方を雇うと思うんで、雇いたいと思うんですよ。これからね、時代がロボットの時代になってきます。なので言われたことをやるっていうのはロボットでもできるので、やっぱりこれからはロボットができないような仕事を考えてね、期待以上のことをするような社員っていうのがこれから必要とされるんではないでしょうか。ね、まあ A 君とか、例えば自分が1年経ってね、後輩が2人できたと。 A 君は言われた通りのことをやると。で B 君はね、 B 君の場合言われたことプラス、ここはこういうふうにやりながらこうしていこうと思うんです、こういうふうにやってよろしいですかって質問もしてくる、質問もして自分なりの考えでやる子がいたとしましょう。じゃあ A 君と B 君どちらの方が可愛いですか。あなたならやっぱり B 君だと思うんですよ。私も B 君です。 A 君と B 君ね、やっぱり B 君だと思うんですよね。
ゃあ B、 じゃあ自分が出世するときに A 君と B 君一人でね生産性を上げるっていうのはなかなか難しいです。そういう中でね、じゃあ誰かを引き上げようとしたときに A 君と B 君どっちを上げますか、ね、誰でもやっぱ B 君ですよね。やっぱ B 君頼りがいあるし信頼できますよね。やっぱりそうやって人、まあ、上司を喜ばせるような形をしていけばやっぱり上にも上がっていきますし上の方も引っ張ってくれると思うんですよね。だからそこは相手、まあそうですね、先輩であり一緒に仕事する仲間ですよね。相手が喜ぶことをしてあげたらね、やっぱり信頼も信用もされるし可愛がってくれるし結局チャンスが巡ってくる形になると思うんですよ。仕事ってやっぱり人も絡んでやるもん、人もね組織の中でいろんな人も絡んできますのでやっぱりそういうことって大切ではないでしょうか。私はそう思います。皆さん思いませんかね。すごいあの人、まあ期待以上のことをやるっていうのはやってあげることでねその人を喜ばす。例えばこの買い物10分で行ってくるのを A 君は10分で帰ってきたとしましょう。でも B 君は5分で帰ってきました。で A 君は予想ついたと B 君は5分であれどうしたんだって思いますよね。いや頑張って早く帰ってきましたって言ったら結構ポイント高いですよね。やっぱり可愛くてこいつ頼んだちゃんとやってくれるわっていう形になれば結構信用もつくし上の方に可愛がっていただけると思うんですよ。なのでやっぱり社会のね社会で生きていくっていうのは人に喜ばれるようなことをするとチャンスはいっぱい巡ってくると思うんですよね。なのでまあ仕事を楽しくしながら人を喜ばすような形でやっていけばいろんなチャンスも巡ってくると思います。もちろんね苦しい仕事も楽しく過ごせると思いますね。思いません皆さん。私はそう思います。なので仕事はねやっぱり楽しくしていくっていうのが大切ではないでしょうか。はい、ではですね後半2曲目いきたいと思います。今日のソング2曲目いきます。はい、今日の2曲目オブロンロンイエスでオブロンロンリーハートです。はい皆さん今日の2曲目いかがでしたでしょうか。今日の2曲目イエスのオブロンロンリーハートでした。この曲もねいい感じですよね。懐かしいなと思う方も結構いらっしゃると思うんですけどね、大人の曲っていう感じですよね。はい、ではですね先ほどの仕事についてお話したいと思います。仕事ね、皆さん給料、仕事する以上は給料もらってると思うんですけど給料まあ仕事でもねいろんな仕事あると思うんですけど私はねこれは思うんですけどやっぱり給料をもらうお金をもらうわけですよね。給料をもらうってことは給料をもらうっていうのはねやっぱりお金をもらうってことはプロだと思うんですよ。思いません皆さん。やっぱりこの仕事をやってるからお金をいただく、お金を会社からいただく、お金をいただくっていうことはねやっぱりプロとしてお金をいただくっていうような感覚で僕はやってもらいたいなと思うんです。じゃないとねやっぱりお金を給料を出すってことはねやっぱそれなりの仕事をやってもらってるから給料を出すわけなんですよね。まあでも給料をいただくっていうのはやっぱりやった分に対して給料をいただくって形なのでそのやってる仕事に関してはやっぱりプロ意識っていうのをやる以上持ってほしいんですよ。まあそれでその対価でお金をいただく形な給料をいただくのでやっぱりそうあるべきではないかなと思うんですね。まあなのでまあ確かにね慣れてない仕事とか入った時期であんまり慣れてないような仕事の場合はまあ結構会社のね投資になるんですよね。会社としては慣れるまではね投資してるような感じもあるんですけどやっぱり慣れてからはね会社としてもそれ以上の生産性を上げてもらわないといけないので
やっぱりプロの意識を持ちながら会社のためにやっていくのが当たり前だと思うんですよ。やっぱり給料をもらってる以上はね、そういうふうな考えであるべきではないでしょうか。でね、まあ何て言うんですか、ただやるっていうよりも、いかに生産性、まあちゃんとできるか、ちゃんとやってこなしてるかね、人よりも生産性もうちょっとスピードを速くとか、やっぱり人それぞれスピードも違うしやり方も違うし、そんな中で自分としてはどういうふうにやっていくか、ただこれをやってって言われたのをただやるだけではなくてですね、まあこれをやるながらどういうふうにやっていった方がベストか、どういうふうにやっていった方がいい形になるか、これをどういうふうに変えていった方がよりやりやすい形になるのか、まあそこまでちょっと考えながらねやっていくとね、やっぱりただ単に仕事の内容も変わってくると思うんですよ。やっぱそういうプロ意識っていうのは大事ではないでしょうか。私はそう思います。やっぱりお金をもらう以上はね、プロとしてやるべきじゃないかなと思います。でね、やっぱり長く仕事やってる以上ね、辞めるか辞めないかっていう時も、どうしようこのまま続けていいのか続けていかない方がいいか、すごい人生でね、やっぱ仕事辞めるとかそういう時もあると思う。辞めようか迷ってる人もいらっしゃると思います。でね、やっぱり私的に思うんですけど、辞める、まあここの会社にいてこれ以上自分が成長しないなとか、まあ給料が高いとかだったらまあちょっと我慢したらいいかなっていうのもあると思うんですけど、これ以上ねやっぱり成長できないなって思うんであれば、僕は違う世界、違うところに、やっぱり自分が成長するような時間の過ごし方をするっていうのが僕は一番大切ではないでしょうか。やっぱり成長できる、同じ職場でもね、成長できる環境があるのとないのはやっぱ違います。例えば、ね、これ以上ここにいても自分は成長できないなと思うんであれば、僕は辞めて変わるべきだと思いますし、やっぱりそういう思考の人はね、結局運もそういうふうに回ってくると思うんですよ。やっぱりそこまで考えれるってことですから、まあどんな仕事を、まあやっぱりそれなりにチャンスも巡ってくると思いますし、思いません皆さん、私はそう思うんですよね。でやっぱりここの会社にいてちょっと人間関係で迷うんだよなっていう人もいらっしゃると、やっぱりね、やっぱりいい会社は結構いい人たち多いです、ね、悪い人が多い会社はなかなかね、いい会社ではないですよね。まあ、そういうのも考えながら、自分が成長できる環境がある会社だったら僕は頑張るべきだと思いますし、ないんだったらまた考えるのも必要ではないでしょうか。本当ね、仕事って人生の3分の1の時間を過ごすことですからね、やっぱり考えながらいい仕事、自分の力が発揮できるような環境、成長できるような環境、そういう環境で仕事をするっていうのがやっぱりいいのではないでしょうか、ね、そういうところで人生、せっかくね人生の3分の1そういう時間を過ごすわけですから、そういうふうな意味のある内容があるような形で過ごしていくのが僕はベストだと思います。で本当迷ってる人はそういう部分も考えながらやっぱりやっていった方がいいのではないでしょうか、ね、また仕事についてね、いろいろ今後もねいろんな情報を話していきたいと思いますので、いろんな世界の仕事もあると思います、まあ、全てがねそういう形がベストかっていうのはまた違うかもしれません。本当にいろんな仕事のシーンもあるので、まあ今自分が置かれている環境、これから5年後10年後どういうふうにしていくかっていうのを考えた上でね、まあ、女性の方でしたら、まあ、何歳に結婚とかちゃんと計画を立てて、こう男性の方もそうですけど、ちゃんと計画を立てて、それで人生を歩んでいくっていうのはすごい一回しかない人生を歩むにはいいといいのではないでしょうか、ね、そこも皆さん考えてね、一回しかない人生です。未来は変えれますけど、過去は変えることはできませんので、未来をいい形で変える意味で、皆さんちゃんと人生のことを考えていてくださいね、さて今日のボスタイムいかがでしたでしょうか。今日ちょっと慣れた、まあでもね今日も放送事故ありましたね、やばいな、ちょっと10回目ぐらいまで許してくださいね、ちょっと頑張りますね、はい、はい、ではですね明日
うわ月曜日ですね、月曜日、はあ仕事だなと思ってる方もいると思います。でもねえスタート肝心ですよ、月曜日、さあ月曜日今週も頑張っていこうって思う気持ちになればね、1週間いい気持ちで頑張れると思います。しんどいなって思うんだったらやっぱりそういう風な、もう仕事もねいい仕事が回ってこなかったりとかね、いい気分で仕事ができなかったりとかね、そういう風に思うので、明日ある意味月曜日スタートの曜日なのでね、ちゃんとそういう意識で頑張ってくださいね、絶対ですよ。はい、月曜日楽しい月曜日にしてください。この番組の提供はですね、素敵な出会いをするなら鳥のパーティー、確かな出会いをするならマレッジサーチング、以上各社の提供でお送りさせていただきました。今日もですねご視聴いただきありがとうございました、ね、放送事故結構あるんですけど、できたらね車の事故もそうなんですけど、こういう事故も起こしたくないですよねすいませんでした。これからね、気をつけて頑張っていきたいと思いますので、皆さんまたよろしくお願いしますね。今日も5回目の、ボスタイム、ちょっと慣れたところもあるんかな、でもないですか、まだ上がってますよね。はい、では、はい、今日はこれで終了となりますので、皆さんちゃんと早く寝てくださいね。夜遅くまで起きないように明日に向けて、はい、今日はゆっくり休んでください。ではまた来週この時間よろしくお願いします。来週また聞いてくださいね。はい、ではGood night. Bye.